陰は太へ渡りたまいぬ、上は止まりたまいて、宮に大物語など聞こえたまいて、暁にど渡りたまえる。日多幸なるまで大とのごもれる。宮の御ことの音は、意図うるさくなりにけりな。いかが聞きたまいしと聞こえたまえば、はじめつかた、あなたにて、この聞きしはいかにぞやありしを、意図こよなくなりにけり、いかでかはかく、ことごとなく教え聞こえたまわんには、と、依頼聞こえたもう、さかし、手を取るとる、おぼつかなからぬもののしなりかし、これ彼にも、うるさくわずらわしくて、いとまいる技なれば、教えたてまつらぬを、陰にも、うちにも、金はさりとも、習わし聞こえらんとのたもうと聞くがに、いとおしく、さりともさばかりのことをだに、各取り分けて、おうん後ろ身にと預けたまえるしるしにはと、思い起こしてなん、など聞こえたもう、ついでにも、昔は夜塚のほどを扱い重いし様、この世にはいとまもありがたくて、心のどかに取り分け教え聞こえることなどもなく、近き世にも、なんとなく次々紛れつつ過ごして、聞き扱わぬ恩ことの根の、いでばえしたりしも、面目ありて、大小の痛く傾き、驚きたりし景色も、思うように嬉しくこそありしか、など聞こえたもう。で、源氏の君は、タイの、つまり、紫の上のところへ、お渡りになった。タイの上の方へお渡りになった。紫の上の方は、そのまま、泊まりたまいて、女三宮のそばにお残りになって、で、三宮に、本物語などを申し上げなさって、で、夜の明け方になって、タイの方へ、お渡りになった。でそのまま源氏の君と紫の上は日が高くなるまで大殿のごもれりお休みになっていた。まあおそらく夫婦の技をなさっていたということですね。お二人の間の会話です。宮の御ことの音は、意図うるさくなりにけりな。いかが聞きたまいし。三宮のことの音は、意図うるさくというのは、このうるさくは、普通のうるさくじゃなくって、全く立派になられたことだな。大層立派になられたことだな。あなたはどんなふうにお聞きになったとおっしゃるというと、はじめつかた、あなたにてこの聞きしはいかにぞやありしを。はじめの頃、あちら様の演奏をほのかに聞きました折には、いかにぞやありしを。なんか、これではどうなることかな、というふうに感じましたが、その程度の演奏ぶりでございましたが、今回受けたまわりますと、大層この上もなく、お上手におなり遊ばしました。いかでかは、
そうおなりになったのも、それはそうでございましょうよ。各ことごとなく教え聞こえたままには、あんな風にもう他のこと全部売っちゃっておいて教えなさっておりましたんですもの。と、お答えなさる。堺。その通りだよ。手を取る取る、おぼつかなからぬもののしなりかし。手を取る取る、ま、直接その教える、その教え方、おぼつかなからぬもののしなりかし。危なげのないものの師匠ぶりだったことよ。これ彼にもうるさく煩わしくていとまいる技なれば教えたてまつらぬを。その他にもこちら様あちら様、おそらく紫の上もその中にこう教えてもらえなかった、もうこの頃は女三宮にすっかり打ち込んでいて教えてもらえなかった人の中に入るわけでしょうが、こちら様あちら様、うるさく煩わしくていとまいる技なれば、ああいう音楽の演奏を仕込むいうことは大変煩雑で煩わしくって時間のいることだからして、お教えしなかったのを、院にもうちにも金はさりとも習わし聞こえらんとのたもうと聞くが、いくらなんでも金のことだけは三宮に対してお教え申しているだろうとおっしゃったということを伺うというと、それが愛おしくっておいたわしくって、三宮がおいたわしく思われて、さりともさばかりのことをだに、いくらなんでもそれくらいのことだけでも各取り分けて御後ろ身にと預けたまえる印にはと思い起こして、なん、いくらなんでもそれくらいのことだけでもこんなふうに特別の貢献役として自分のところへお預け遊ばした、その印としてはじっくりと押し込み申し上げなければと、そう思い起こしてあんなふうにしたことだったんだ。なぞと源氏の君がお話しなさるそのついでにも、昔夜塚のほどを扱い重いし様、この世にはいとまもありがたくて心のどかに取り分け教え聞こえることなどもなく、近き世にもなんとなく次々まぐれつつ過ごして、聞き扱わぬ御ことの根の入れ映えしたりしも面目ありて、代償の痛く傾き驚きたりし景色も思うように嬉しくこそありしか、あの昔のこと、つまりあのこれ当然紫の上には源氏がもう三宮に本当にあのつきっきりで手取り足取り知るようにして教えていた、まあ、そのことに対する、ね、ちょっとこう、やきもちの気持ちもあるわけで、そのことをこう、ね、込めて訴えているわけですね。そのことをまた源氏はちゃんと
受け止めているわけですけれども、あの以前またお前さんが夜塚の歩道を扱い思いし様、夜塚のまだ夜心を持たないほんの幼い頃、自分がまるで自分の子供のようにして、養育したわけですね。そしてやがてある時期が来て自分の妻に、具体的にしたわけですけれども、そのことを思い出してこう相手の心にも柔らかに響くように、優しく響くように言ってるわけです。ずっと以前のこと、お前さんがまだ夜塚の年頃であった頃、あなたをお育てした折のこと、その頃はまだこの私も世にいろいろ暇というものが持つことができなくって、心のどかにあなたに格別に音楽の演奏などをお教えしてあげることなどもなくって、またもう少し近い頃合いになってもなんとなく次々に、ことに紛れして過ごしてしまって、聞き扱わぬおんことの根のいでばえしたりしも面目ありて、私が、よく聞いてあげられなかったあなたのことの演奏の具合もいでばえしたりしも面目ありて、いでばえっていうのは自分が、手引きはしたわけですが、非常にこうその演奏が際立って上達した、そのことも私としては、師匠の私としては面目のあることで、面目の立つことで、で、夕霧の大将が、大層、傾き驚きたりし景色も、傾くってのは心を傾けて聞き入っている、心を傾けて聞き入ってびっくりしていたその様子も、思い通りに、嬉しいことでありましたよ、などとお話になる。大変二人の気持ちが、しっくりと話していくうちに打ち解け合っていってるわけです。